いらっしゃい、いらっしゃい。ようこそ。君があの名高き旅人か。それに、うわぁ、なんで島の品、お前は私こそ名高き。人の夢は黄金に値する。青物か肉か。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。おっと、王宮の地面はデコボコじゃ。早く着地に失敗するところじゃった。お、じきじきに行く。いい気分ね。友よ、俺策略で勝てるなら。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。いい気分ね。旅人にパイモン閣下。それとにかく中幕ま、三幕を見終わった後に、こう。まだ四幕あるらしいぜ。島で舞台を見かけたら見に行くか。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。策士の言はもっともね。無謀な戦いをしてはいけない。策士の言はもっともね。無謀な戦いをしてはいけない。勇者様、悪竜はすぐそこ。どうか妙策をご教示ください。悪くないんじゃない。姫と忠実な侍従は慌てて、まさか策士は口だけで役立つ策なんて出せないの。ならどうやって。主治肉林に女、平和な時代は。様のためにあの悪竜を許さない。策士は尻尾を巻いて逃げ出すし。あ、あそこに守衛がいるぞ。彼に聞いてみようぜ。え、守衛が逃げたぞ。劇がまだ終わってない。
役を探すなんて。おいらたちも探してみようぜ。逃げだ。僕はな。なら今がチャンスじゃないか。けど逃げたやつは前線に。そう、舞台劇を。これは早くこいつ。この流れならこうかな。悪霊よ、僕の挑戦を受け入れろ。作詞が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。遠くの城は火に止まる小鳥のようじゃな。貴様、騒が。ついてない。悪霊を追いかけなきゃなのに。今回もうまくいきそうだな。騒がしい小人じゃ。や俺は随分有名みたい。恐れなどないようで羨ましい。平和の寝室にはとうに空いた。今回もうまくいきそうだな。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。立ち去る。まあまあかしら。悪霊よ、見せてやろう竜殺しのやり方。体力と気力なら。お、歌の中の悪霊だ。思ったより大きい。でも悪くないんじゃない。賓客よ、これまで4枚注目の舞台裏で、ま、
西に太陽がし。俺は英傑を自称していたが、実はただの身の程知らずで、それを見抜かれた。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。歴戦の収穫は俺が本物だと証明した。まあまあかすら。昼間に感触をたくさんしたが、生産これは王様との約束のためだけじゃない。ただ彼女の夢が叶うことを祈っているから。今の状況では残業以外ならね。今心は勇気に満ち溢れ、誇りを持って再建を振り上げられるわ。まあまあかしら。劇を作る君たちの情熱に満ち、ああ剣を、まあ準備できたか。3、2、1。